失礼いたします。サッカー部、本校サッカー部ですが、101回、全国高校サッカー選手権大会、福岡県大会におきまして、東福岡高校に1対0という僅差で、勝ち上がりまして全国大会出場を決めました。皆様の応援のおかげと思っております。本当にありがとうございます。この大会の経緯につきまして、監督中辻の方から先生方に皆さん方に、説明をさせていただきたいと思います。こんにちは、サッカー部監督の中辻です。今回101回大会を、優勝することができました。優勝の経緯を少しお話しさせていただきます。ちょうど1年前100回大会の時に決勝で同じ東福岡さんと対戦しまして、1対2延長で敗戦することになりました。そこから52週間0.01 秒をどうやって縮めるんだという積み重ねを、やってきました。 0.01 秒って一体、サッカーボールが、直径22センチあります。最後ゴール前で指先に触るか触らないかと、 0.02 秒速く走れると22センチ縮めれます。 0.01 秒で11センチ、 0.01 秒縮めると今まで触れなかったボールが触れるようになります。そうやって52週間 0.01 秒を積み重ねるために、特別なことは何もしてません。部員169人が全員が毎日一生懸命に 100% トレーニングした成果だと思ってます。そして1年間いつも心がけてたことは、自分にとって不足な事態、マイナスがあったら常にそれをプラスに変えようと、むしろもう笑いに変えてしまおうみたいな、そういう気持ちでやっていました。決勝の1週間前に我々今もユニフォームに野上プレジデントホテルさん、後ろにメリケンバーバーショップさん、いろんなスポンサーの方に応援していただいてるんですけども、高体連の大会、決勝はこのユニフォーム練習着ですね、全てのスポンサーのものが着れないと、そういうふうに通告されました。選手着る服がありません。そこでどうしようと思って、新しい練習着 T シャツを、作りました。そこにうちのスタッフが考え抜いて Today is the day、 そういう言葉を、胸に刻ま、貼ってもらいました。我々の合言葉、うさぎを追い越す亀となれ、今日はウサギを追い越す日だと、 Today is the day、 そういうふうな話をして、朝その T シャツを配ってみんなで今日ウサギを追い越してみんなで喜ぼう、そんな話をして決勝に挑みました。その結果、52週間の積み重ねの結果、初めて優勝することができました。本当にありがとうございます。そして最後に皆さんに伝えたい、絶対分かっとってほしいなと思うことは、今日はここに20人の選手がいますが、我々本当は169人で更新したい、169人で、サッカー部があって、169人の力で勝つことができました。またそこに応援してくれた地域の皆さん、学校の先生方、生徒皆さんの力を結集して、昭和46年ぶりにこの八木山を越えて優勝旗を持って帰ることができました。また全国大会では皆さんに勇気を与えれるような、笑顔を届けられるような戦いを見せたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。こんにちは、サッカー部キャプテンの片山です。この101回大会で福岡県を優勝することができました。この優勝は本当に出てる選手が頑張ったっていうのはあるんですけど、一番はやっぱりスタンドで応援してくださってる選手や
保護者の方々、そして地域の方々の応援のおかげだと思っています。ありがとうございました。全国大会では、福岡県の代表として全員の思いも背負って初出場初優勝を目指して頑張ります。そしてこの飯塚町に優勝旗を持って帰ってくれるように頑張りますので、これから応援よろしくお願いします。ありがとうございました。試合は12月31日、対戦相手は秋田の明桜高校です。ぜひ応援をよろしくお願いします。もう一度、最大な拍手をお願いします。ありがとうございました。